とせっかくゆうきさんが来てくれたんでお盆なんで今日のおやつは焼肉です。イエーイ。8月22日ライムケーキ巻いてまーす。杉山農場、今日は8月14日お盆ですね。お盆、今日は里帰り中です。ゆうきさんと一緒にねナイツの畑をねドライブしてますよ。みんな大好き伊藤ジンギスカン。はーい、ウケるね。今年もう何回目ですか？今年は何回目だろう。5月6月来てないだけなんで。はあ、先月も栗山の方に小麦の収穫できてたんで。あ、来てたね。小麦の収穫できてまた道内走ってもらって、でまた来ちゃいましたね。はあ、春焼肉も来て、なんだろう。はいはい、めちゃめちゃ来てます。福岡の人でトラックで受けるね。はい、スプレーを飲んでます。杉山農場です。今日は8月の15日だね。小豆に防除します。昨日はね、福岡からゆうきさんが来て大豆に防除して一緒にトラックに乗ってね、面白かったね。だけどゆうきさんもう年に何回もよく来るよね。すごいね。でね、小豆なんだけどね、もう全部ね倒れちゃってね、ほらもう全部倒れちゃってね、もうどこ走ってるか分かんないよね。どこ走ってるか分かんないわけじゃないんだけど、ほら自動操作でね走ってるからね、もう迷子にならないんでね、ちゃんと走ってるよね。もう自動操作ねつける前はさ、もう小豆倒れちゃったらどこ走ってるか分かんないって、まっすぐ熱だって走ってるつもりでも船4本ぐらいでずれてね、斜めに張っちゃったりとかね、そんなこともねあったね。はい、自動操作のおかげで迷子になりません。はーい、ここはひねくれてる畑なんだよね。カーブになってて、まっすぐも走れない、まっすぐも走れないっていうか、本当にどこを走っていいか分かんなくなるね、この畑ね。杉山農場、今日は8月の17日ですね。いやー、毎日蒸し暑いね。今日はね、ビートに防除しますよ。今のところね、まだね、ビート青いですよ、ほら。ビート青いですね。今年はビート黒くなってない。よかったよかった。杉山農場、8月22日、ライムケーキ参ります。はい、こんな感じです。ここ、緑皮綺麗に生えたね。去年は芋付き用になって枯れちゃってさ、あんなになったの初めてだよ。散布幅の設定は 9m です。4月はね、清宮幸太郎もうめちゃくちゃ調子いいね。ホームランは打つし、タイムリーは打つし、もう絶好調だね。で、ロッテと今2ゲーム差だね。昨日勝って今ロッテと2ゲーム差だね。直接対決だね。2位争い、もう交流戦秋から2位争いでね、ずっとね、このフィールドでクライマックスシリーズの第1ステージができるか、ゾゾマリンになってしまうかの勝負だからね、2位争いが、いってほしいね。今日のおやつは、美瑛のカレーカリントでーす。この間、ちょっと高須まで行ってきて、美瑛の道の駅によって買ったカリント。いただきまーす。なんかこのカレー味、インディアンカレーに味が似てる。やばい、これやめないやつ、止まらないやつや。杉山農場、今日は三菱の半田くんが来てます。皆さんお久しぶりです。そうだね、です、久しぶりだ、久しぶりだね、久しぶり。今日なんで来たのかというと、これね、これ田畑でさ、またね、ひまわりをさ、セクションで巻くんだけど、
去年までやってたさ、GFX750 は、もう、なんだろう、トリンブルのモジュールをつないだら、セクションが使えるようになってたんだけど、フィールド IQ が入ってたんだけど、これ新しいね、1060が、フィールド IQ のライセンスが解除されてなくて、それで頼みました。それで今ね、羽田くんがね、やりに来てくれましたね。杉山農場。8月25日です。今年もセクションコントロールでひまわりもあります。そして今、前田くんと羽田くんもいます。今年もね、セクションコントロール、今年はね、これ GV だよ、GV でやってます。で、今年はどんな演技したかというと、チラッとだけ、もう見せない最後できるまで、内緒です。今年もこれですよ、セクションコントロールタブだやってます。で、前田くんと羽田くん。で、これ種板、これ種板詰まってないよね。俺この間ね、やるとき種板詰まっちゃって。 OK だね。よし、大丈夫だね。今ね、前田くんと喋ってたんだけど、これで、セクションコントロールで絵を描くのもただの絵じゃなくて、なんか読み込める QR コードを作れるんじゃないかっていう話をしてて、で、どうせやるんだったらギネスを取りに行こうと、でかいやつを作ってギネスを、大きい畑でのに、真四角で大きい畑だってうちないんで、ちょっと相談なんですけど、アマンドさんどうですかね。めちゃめちゃ大きい真四角の畑、5丁、6丁、もうでかければ10丁ぐらいの真四角が取れる畑、アマンドさんあるでしょ。アマンドさんだったら、アマンドさんあるでしょ。どうですか、アマンドさんの畑でギネスがを取りに行く QR コード、で、その QR コードをドローンで撮影して、それを、読み込んだら、YouTube に飛ぶような QR コード、天野さんの畑でプリントしませんか。ちょっと、来年考えてください。トラクターは、僕運びますんで、コラボしましょう。皆さんでこう。そうそうそう。杉山さんと天野さんコラボで、そう、QR コードでギネスを取りに行くという。そう。このセクションコントロールタバタと、このうちの GV のトラクターで、これ前田君に運んでもらうんで、それを天野さんの畑で QR コードを書く。どうでしょう、これ天野さん。今回も種まきに羽田君と前田君に付き合ってもらいました。どうもありがとう。どうもありがとう。そしたらまたね。田畑で巻いた後、この上にプロキャスで緑皮の円爆をばらまいてます。去年はね、R2D2 ひまわりのね、中に巻いた緑皮が芋つび用で枯れちゃったんだよね。枯れちゃった。今年は枯れなきゃいいね。ここの畑は、小豆、エリモにする予定です。で、今、タバタで巻いたところをタイヤローラーをかけてます。はい、こんな感じでやってます。あとは、生えるのを待つだけです。今年はちゃんと模様が見えるようになるまで、どんな模様かを内緒にしておきたいと思います。それじゃあまたよろしく。今ね、トラブル発生ですね。今緑皮巻いて終わったと、終わって機械片付けようと思ってトラクターから外して、外したんですよ。外して、いつもね、このキャスターつけたパレットに乗っけて今ね移動しようと思ったら、ね、斜めになってグキってなって、そしたらなんとキャスター壊れちゃいましたね。ベアリングコマ出ちゃってるね。これキャスターダメだ、壊れた。キャスターこの風に耐えられなかったね。今リフトで持ち上げてみたら玉が出ちゃってるのと、こんなんだね、グラグラの人だ。ダメだこりゃ。杉山農場。